超大物プレイヤー、大谷翔平の代理人であり、同氏の契約交渉を手掛けたネズ、バレロ氏が、スポーツ史上類を見ない契約金額となる、総額7億ドル、約115億円の10年契約が成立するまでの舞台裏を15日付の USA Today 電子版で激白した、記事の中で明かされた興味深いエピソードによれば、 大谷が今季終了後に FA となることを決断したのは春のキャンプ中だったとのことエンゼルスに対し非公式ながらシーズン中は契約交渉をしないと伝え FA 権を得る前に延長契約を結ぶ選択肢を断じて排除したというバレロ氏はエンゼルスは翔平にとって6年間所属してきた特別な球団だからこそ 我々は最後まで契約の可能性を残したと振り返りましたが、異例の後払い契約形式を拒否したモレのオーナーにより、エンゼルスとの再契約は頓挫。エンゼルスはこれまで後払い契約を結んだことがなく、方針転換はなかったようです。契約交渉中には、ブルージェイズと契約合意に近づいたプライベートジェットでトロントに向かう。 などの会場報が飛び交い、フライト追跡騒動も巻き起こりました。バレロ氏は、あんな見境のない報道合戦は初めて経験した、と語り、ドジャース、ロバーツ監督が大谷と会ったこと、オウインターミーティングで暴露した騒動についても、大谷と二人で笑っていた、と明かしました。大谷の所属球団が最終的に決定した瞬間は、 大谷自身がインスタグラムで発表する前日の現地8日午後5時、彼の自宅でのこと。その翌朝、バレロ氏はドジャースのフリードマン編成本部長に電話で大谷の決断を伝え、最終候補に残った他の4球団にも断りの電話をかけたとのことです。大谷の代理人としての経験豊富なバレロ氏が、契約成立までの数々の波乱を振り返りながら、 大谷との共同作業が契約達成につながったことを伝えています。記事によれば、これにより大谷は10年総額0 51億円の契約を手に入れ、これまで以上に期待される今後の活躍に注目が集まることでしょう。